200回忌。1993年、生野頼子。私の父方の家では200回忌の時、死んだ身内もゆかりの人々も皆よみがえってきて法事に出る。それがどうも他の家と違うところらしいが、よその家でも皆そうなのだと子供の頃はずっと思い込んでいた。法事の間だけ時間が200年分混じり合ってしまい、死者と生者の境がなくなるのだ。無論それは200回忌の時だけのことで、例えばいくら盛大に執り行ったところで90回忌ぐらいではそんなにはならない。それゆえ子供の頃の私はまた200回忌というのを死者を蘇らす儀式のことなのだと思い込んでいた。もともと200回忌をする家は稀であるから、この思い込みは随分大きくなるまで続いていたが、中二の時だったが、ある日近所の旧家から200回忌をするという知らせが来て、初めて誤りに気づいたのだ。その頃住んでいた土地では法事の時、僧侶の着替えをする場所として竹の部屋を使わせてもらうことがしきたりだったのだが、その申し入れが口約束では失礼だと法事の何ヶ月も前にごく近所なのに書面で送られてきていた。蘇ってくるはずの明治時代の人を見に行きたいと私が何気なく口にすると、なぜか母が不意に声を潜めて、よその家では誰も蘇ってこんと言った。そういえば人前で両親がこのことを話題にしたことがなかったと、その時に急に意識し、自分なりに納得もしたのだった。別に橋だと黙っているわけではなかった。また特別な現象を妬まれるという心配でもなかった。要するに説明が面倒だということらしかったのだった。200回忌の重要さは物心つく頃にはすでに周囲から心に植え付けられていて、それもまたよその家と違うところだった。私の家はどうも200回忌のためにだけ存続してきたようなものであるらしく、家だとか存続だとか古臭い言葉でしか説明できないようなものばかりがまさに続いていた。そんな家風に反感を覚えたせいもあって、ずいぶん早くから郷里を出てしまい、東京に来てからもう10年以上経った。つい2年ほど前にはとうとう親と縁まで切ってしまい、完全に家という概念を失ったつもりだった。ところが今度200回忌がついに行われるという知らせがしきたり通りの金の太陽にカラスを黒く抜いた門の入った真っ赤な封筒で届いてしまうと、私はたちまち理性を失っていた。家を大切になどという気持ちはさらさらないが、話に聞いたものを、聞き続けてきた代々のものを不意に自分の目で確かめたくなってしまったのだ。200回忌が長く続いてきたこと、そしてそれが3代に1人出るか出ないかの特に功績のあった当主のためにだけ催されるもので、せいぜい100年に一度しか催されないこと、しかもそれに本家が全財産を傾け、時にはそのために没落までしてきたこと、それらがいつの間にか気になり始めて、いつしか行くつもりになってしまっていた。行こうと思えば定期を解約してでもお供えを包まなくてはならないのだが、日が迫ると行こうと思うは行くべき義務にまで変換されてしまい、本当に定期を解約した。恐ろしいことに、家に縛られる自分というマイナスのイメージがどこからも湧いてこなかったのだった。ただ死者を懐かしみ会いに行くのだと、ことは個人の心の問題にすり替わっていた。自分をごまかしたというよりも200回忌にごまかされたという感じだった。実際みんながなんとなく楽しみにしてしまうような法事だった。200回忌自体にそんな要素が含まれていた。とりあえず死者が蘇るのを見られる上、法事の間中はありとあらゆる支離滅裂なことも起こるのだという、しきたりを重視する他の法事と異なり、無礼講が心情の珍しい行事なのだ。だから掟破りの解放感を意識的に求める。本家の人々も命がけででたらめなことをしなくてはならないらしい。といっても人殺しや放火をするわけではなく、すべてをめでたくし、普段と違う状態にしなくてはならないのだった。もともと本家のある土地の行事や交際は派手なのだが、200回忌ともなるとただ単に派手なだけではなくて、常軌を逸するほど華やかでなくてはいけないのだった。年寄りたちはよくおかげ参りのようにめでたくするという言い回しを使った。家を全部叩き壊したり、男女の差別をひっくり返した法事もあったらしく、その様子を聞いてみると家父長制の存続どころかぶち壊しを図っているとしか思えないのだった。私ばかりではなく、親の家には全く寄りつかない他の兄弟姉妹たちもその200回忌にだけは参加するのである。どういうわけか、私の家では子供は全員親と縁を切ってしまっていた。一番上の兄など16で家を出て行ってしまってそれっきりだ。
私は随分遅くて35になってやっと切った。原因は写真写りの悪さを責められたことだ。一昨年の春、私を写した写真がひどく老けて見えると、故郷の親から毎日怒りの電話が来たのがきっかけになった。35の女が40に見え、髪の毛は全部白髪にしか見えない。家の娘ならば25歳に見えて当然ならろと、自分ではどうしようもないことをしつこく非難されて、私は生まれてから今まで親が私を一度も本当に見たことがなく、また生まれた瞬間からこんな出来の悪い子はどこかで取り替えてきてしまいたいと思っていたことに初めて気づいたのだ。親は私を育てたつもりで単なる理想を育てていたのだった。そして不思議なことに私もそれに必死になって答えようとしてきたのだが、写真写りの悪さを叱責されたその日、いきなりあらゆることが一気に分かった。それまで冷たいむごいと思っていた姉や兄の縁切りまで全く当然の行為に思えてきたのだった。私を理想の娘に仕立て上げるよりもよそから理想の娘を養女に迎えた方がいいと思うと適切なアドバイスを書いた手紙を送った後、私は両親と連絡を絶った。両親もそれをなんとなく受け入れ、今ではこれから手に入れる理想の娘について話し合ったりして結構幸福に暮らしているという。彼らも無論その法事には来るのである。親と2年ぶりに対面する機会ではあるが、別に仲直りをする気はない。死者も含めて何百人来るかわからないそこで、まともに顔を合わせる機会があるかどうかも疑問である。そもそも縁を切った時に親の顔も名前も忘れてしまったのだ。私にはもう親というイマジネーションがなくなっていた。今の私を土地団の血縁頼に結びつけているのは、結局200回忌であり死者の記憶なのだ。本家自体も別に懐かしくはない。そこの人々には子供の頃何度か会っただけでほとんど行き来がなく、訪問するのも実は初めてである。何年かに一度墓に参る時も墓地に直行して挨拶せずじまいである。本家はもう一つわからない家で、特に私の家とはほとんど絶縁していた。もともと人付き合いの下手な人たちらしく、他の分家ともいさかいを起こしがちで分家も頼ったりしない。それでも200回忌ばかりではなく、全ての法事はそこで行われる。本家の情報は私のところにまでおばたちから手紙や電話でずっと入ってきていた。そこには奈良と三重の県境の蟹出しという駅から1時間に1本のバスを使っていく。蟹出しは漢字で蟹、田んぼ、司と書く。変な名前の土地へ好奇心と義務感に引きずられて会いたくもない死者に会いに出かけるのだ。いや、そういえば会いたい死者が一人いたが、それは母方の祖母なのである。本来200回忌には関係ないようなのだが、行けば会える確率が高いのであった。200回忌で蘇ってくる者や法事に出る者は別に血縁だけではない。出席者で言えば、出入りの人と呼ばれる元の小作の人たちは、なぜかほとんど全員が来てくれるという。普通の法事にでも応援に来てくれるのだが、本家が格式を守らないと批判が来る。近所の人々も参加するらしい。そういう関係者の中で、いわゆる名物だった人が死んだ後に200回忌の最中ふと蘇って姿を現したりする。また遅延だけで交際のなかった有力者や姻族の遠縁で生前有名人だった死者が蘇ることも時にはある。主だったものが選ばれて出るという言い方がある。また思い出さえあれば出てくるのだという説もあった。姻族などであれば、本家の法事にたびたび出席し、生前付き合い続けてきた者はまず生前の姿で現れてくる。が、その時には蘇ってくるという言い方をせず、正確には混じってくるという表現を使う。混じってくることは生前義理堅く本家に来ていたとか、印象が深かったという証拠であり、名誉なこととされる。祖母は生前、印象深い人でもあり、義理堅くもあった。私にとっては死とは何かを教えてくれた人間でもあった。彼女に溺愛されて育ったせいか、私は今でも様々な和服の布地越しに、その体に持たれていた感じなどをはっきりと思い出すことができた。それ以前にも身内の死に目にあってはいるが、具体的な死の手応えはあまりなくて、祖母の死だけが強烈な現実であった。そのせいか、死んでからしきりに見るようになった夢の中でも、夢の情景や他の登場人物に比して、祖母の声や表情だけがひどく生々しい。夢の中で、ああ、祖母は生きていて、これはまさに現実なのだと繰り返し思う。ところが目が覚めてみると死んでしまっている。そうやって夢を確かめながら、生死の境を指でなぞりながら数年が経った。が、その割には親と別れてからの私は本当に祖母に愛されていたかどうかがわからなくなってしまっているのだった。死者に会えるというのなら、まず祖母に会ってみようと思ったのだ。
200回忌のからくりだけなら当日になって面倒だから欠席となる可能性はあったが、祖母は結局当日のそんな躊躇を吹っ切るもう一押しになった。出ると決めると準備がまた大変であった。普段の掃除と違い、何もかも新しく整えなくてはならなかった。例えば200回忌には黒の霊装を着ていくわけにはいかない。それ専用の赤の喪服は野方の長崎屋に行ったって売っていないから、法事を仕切る本家の手配で奈良にある大きな冠婚葬祭センターから借りてくるのだった。それは宅急便で届けられた。赤の喪服を見るのは初めてであった。200回忌ならば喪服というより式服と言った方がいいのかもしれないが、ともかく葬儀センターの人は赤い喪服ですねと言っていたのだ。センターの人に電話で私は細かいことを問い合わせてあった。喪服に合わせた赤のバッグと靴も借りて、赤のストッキングとハンカチは買った。ストッキングは2足入っていて、お供えの現金を入れる袋も届いたが、水引きは結び切りではなくて、色は赤と金で、やはり金のカラスをかたどった飾りが付けられていた。当日の朝、その袋に朱墨を出して自分の名と金額を書いた。定期を解約しただけではまだお供えの額に足りないので、キャッシュカードで現金を下ろしたらいつも新しい札しか出てこないのに、明治時代のしわくちゃが出てきたのでアイロンで伸ばした。それでもういよいよ200回忌に行くのだという実感を持った。いかにも200回忌らしいと、普段起こらないようなことがどんどん起こり始めたのだと納得できたのである。出発からしてこうで、言うまでもなく蟹弟子の駅など時間と場所の溶け崩れる最も危ないところになってしまうのである。本家の人々は200回忌の時しかその駅を使わない。200回忌をしない家では平気で回数券を買ってその駅から通学したりできるのだが、本家の人たちは一つ前の駅である蟹でしたや、一つ向こうの駅である蟹でないまでわざわざ行く。駅などできる前から、そうやって代々蟹でしというポイントを避けて通ってきたのだ。本家の者が通っただけでも時間が変になる恐れがあったし、普段にそこを通ると200回忌の読み返りがなくなってしまう可能性もあった。無論、法事に出る者の童貞にも時間の異変は起こり、今度の案内でも鎌倉時代から続いているという旦那寺へ、過去の例について問い合わせて、時間の逆行の具合をまずシミュレートし、その結果を一人一人に教えてくれている。例えば、200回忌の異変で歪む時間、省かれる時間や、コブのように固まる時間、それに丸まってわざとらしく遠慮する時間や、呼んでもないのに大物ぶってくる時間も検討をつけて、こちらを出発するべき時間を選んであるのだった。私にしても本来なら、東京の中野からその山に入るだけでも12時間はかかるはずなのである。それを今日経って今日着くというのがそもそも異変なのだ。案内が来るまでは時間の歪みを一体どうやって教えてくれるのかと不安だったが、実際送られてきた地図を見ると、線路や駅のところに大体の時間の伸び縮みや進行方向がわかるように印がつけられていた。私の場合、蟹弟子の7つ手前の蟹伝年あたりから時間がもう変になっていた。ただ逆行する時間が長く、よれてまで無理に来る時間はほとんどなく、遠慮してくれる時間も多かったため、その日の朝出ても1時からの法事に間に合うという得な立場だった。とはいえ、電車の中で2回ほど日没もあるので、上着は用意しておけとの正し書きも添えられていた。山の中は初夏でも日が暮れると寒い。荒っぽいと評判の悪い本家だったが、この時ばかりは随分細かいことにまで気を配っていた。時間の進み具合は一人一人違い、兄などは四国からそちらに入るために時間が凄まじくうねりまくり、3週間前から出発させられたのだった。赤い服に着替え、赤いストッキングに足を通そうとすると、どういうわけか飼っている猫が発情し始めた。猫は預けていくことに決まっていた。経歴のわからない猫を大人になってから家に入れたのだが、この5年一度も発情したことがなかったのだ。それがいきなり尾をくねらせて見覚えのないステップを踏み始めた。見ると心持ち、尾の付け根が膨れている。だがそれが発情のせいかどうかさえ私には判断できないのだ。ドアのところで時々ただ単に遊びに来るオス猫が、その日はギャーギャーと鳴き始めた。しかもその数はどんどん増え、声が重なっていく。動揺を抑えようと試みると、今度は目の前でうちの猫の腹がどんどん膨れ上がり垂れ下がってくる。ついに猫は洗濯機置き場の横のボロ切れと紙袋をストックしてあるところに入り込んだ。あっという間に子猫の鳴き声が聞こえてきた。それも10匹や20匹の声ではない。それからも異変は起こり続けた。家から歩いて1分の都立化成の駅から高田の馬場へ出て乗り換えようとすると、 JR の駅の表示が全部国鉄に戻っていた。異様に新しい新幹線に乗って名古屋に入り、そこから近鉄線で松坂に降りた。松蟹線、蟹原から松坂に乗り換えて県境の山の奥に入ると、
廃線反対の立て看板や山の斜面を切り開いた樹脂加工場の間を通り抜けるうち、次第に暗くなった。日没なのかと思うと崖が迫っていただけだったりした。確定の駅を30まで数えたところで日光が白っぽくなり緑になり、線路の両側を岩に囲まれたところで本当に真っ暗になって、すぐまた日が昇ってきた。それからまたもう一度日が昇ったが、二度目はどこで日が暮れたのかがわからなかった。気がつくと電車が止まっていた。早く着きすぎたのか、ホームには誰もいない。そういえば電車の中でも人に会わなかった。人のいない車両が三つしかない車内の後方の一部に真っ赤な毛線を敷いてあって、赤い小物や赤のシルクハットなどを売ってはいたが、そこにも売り子すらいなかったのだ。二百回帰に来るものの、辿ってくる時間は一人一人が違うと以前聞いたことを思い出した。その時間が交差した時だけ相手の姿が見えるのかもしれなかった。駅は台風の目のように静かだった。カニ弟子のホームから進行方向を見て呆れ果てた。目の前10メートルほどのところがカニ出ないのホームだったからだ。カニ出ないで線路は途絶えていて、標高1000メートルと掘られた杉の丸太が立ててあった。バスの停留所でもこんなに近いのは見たことがなかった。しかもどちらの駅の建物にも人が入っていく。10メートル離れただけの2つの駅は別に200回帰の日でなくとも両方とも機能しているらしい。この辺り出身の政治家が作らしたのだろうか、それともまだ本家にこれだけのバカバカしい威勢があるのだろうかと考えてみるが、初めての土地でわかるはずもない。ただ目と鼻の先のカニ出ないの方は確かに駅員もいるし、プラットホームも長い。カニ弟子の方は商店の倉庫のような外見の小さい無人駅である。カニ弟子で降りるときはアナウンスに従って自分の手で電車の扉を開けて出なくてはならないのだ。30年ほど前からずっとそうだという話だった。カニ弟子の駅に降りると、その日制服を着た駅員はいなかったが、窓口のガラス窓は開いていて人の気配がある。中を覗き込むと、それにしても広すぎる畳敷きで、建物の外部と釣り合わない。空間もおかしくなっているのかもしれなかった。とはいえ内部の佇まい自体には異変もなさそうで、畳も新しく掃除もされ、部屋の中央の火鉢に夏なのに火が起こされているというのも別に不思議ではなかった。火鉢にはカニカモネ小学校と書かれたアルマイトの大屋館がかかっている。書類はきちんと整理され、輪ゴムで束ねた回数券が並んでいる。そこに顔型のぼんやりした年寄りが数人いて、異様なおとなしさでお茶を飲んでいた。彼らが聖者かどうかもその時点ではもう判断がつかないのだった。よみがえってきて法事に出るほどでもないので、そこで茶を飲んでいるのか、それとも200回帰と関係ないカニ弟子の一般の人か。彼らは200回帰についての会話しかしない。私に気づくと、どことなく演技にも思える態度でいきなり始めたのだ。本家が人を頼み、赤の喪服の人を見かけたら今回の200回帰を褒めたたえさせる。駅前からすでにそういう趣向になっていたのだが、その時の私は知らなかった。それでは一層検討のつけようもなかった。数人の年寄りが車座に座っていて、その中の一人が周囲を見回して急に顎を上げ、歌舞伎の子役のような甲高い声を上げたのである。皆さん、あんたさん、聞いてなさる。それを受けてすぐさまよく似た甲高い声が上がった。はい、沢野の若当主さんの話でした。もう200回帰やでいっぺんにやりきったろと思って、それでこっちは盆の間で、こっちは正月の間に改築しましたって言うて、もう一人が立ち上がり、人形売りでちょっと踊ってから発声した。家を八角形に建て替えてな。盆の間、正月の間、常の間、祭りの間。また一人が立ち、同じように踊る。それはそれは、あの家ももう終わりかと思うたら。そこでやっと全員が老女だと性別が分かった。ただ、誰が誰か区別がつかないほどぼんやりした姿だった。座ったままの影が同時に発生する。沢野さんは娘さんが皆体格がようて、女だけしか行けへんという特別な女子の大学へも行かして、子供の頃から洋服着さして育てして、それでまた分家が内服やの。あとは口々に鳥が鳴くようで、数人がただの一塊になってしまった。分家と違いますわ。それは嫁ぎ先がお大臣で、分家も内服屋の。分家と嫁ぎ先で、そこのまたそれぞれ孫が賢い。大きなええ孫ばっかりやて、けなるいこと。けなるいとは、羨ましいという意味の方言である。なんでああいう人なるようなけなるい孫ばっかり取れますのか。人なるというのは、大変よく成長するの意の方言である。質量ともに使う。その言葉を大きくうなずいて、おのおのがわざとらしく受ける。
それは主となるのは摂理ですわ。そこはそれ、天地の摂理とも言うて、鳴り物に鳥の馬糞をかけると養子となります。あれと同じことで、主となるように人にも鳥の馬糞をかけますのや。全員でさも感動したような間を置くと一斉に笑い、生やし立てる。足となる、死となる、死となれ、死となれ、死となった、死となった、死となった、わいな。ちなみに、鳴り物は畑の作物のことで、鳥の馬糞という神秘的なフレーズは単に鶏糞の意に過ぎない。人糞などは人の馬糞という。会話の間中、彼女らの多くが私にじっと目を当てていた理由が、その視線の質がわからなくて、その時はひどく戸惑ったのだった。が、結局頼まれて演技していただけのことであった。気にしつつ通り過ぎようとすると、後ろから大きく声がかかった。今通ったのも蟹弟子の分家の里帰りや、あの大きいこと。背中がゆさゆさと揺れて通るわ。山か壁か相撲や、けなるいこと。大きい大きいと言われるが、上京してからは服のサイズにも困ることはなく、また大きく育つこともよく太っていることも別に褒めたたえられるような要素ではなくなっていた。山だ壁だ相撲だというのも、二百回忌特有の大げさな表現だというのにも、その時は気づかず、ただ座敷の年寄りはみんな小さかったから、この辺りは小さい人ばかりなのかもしれないと思ったりしていた。駅の周辺はただ畑で、雑木林の向こうに酒屋の煙突が見えるだけであった。バス停の前から振り返ると、小さい年寄りたちは駅の外に出、扇子をかざしてそろそろと踊っていた。彼女らが先導婆さんと呼ばれる二百回忌に欠かせない役割だとその時の私にわかるはずもなかった。めでたさを増すために山を越えた牛虎方位からその時だけ来てもらうという決まりである。彼女らはともかく何でもかんでも褒める。バスが山道に入った時からまた一層時間はおかしくなり、畑をカラスが無数に歩いていたりする中で標高は変わるし方角なども一切わからなかった。カニ弟子は落ち武者の里で隠れ里のようなものだと近隣の人々からよく言われたのだが、200回忌の時の話が誇張して伝えられたのかもしれなかった。本家はバス停の前に立っている。もともとそのあたりの郵便局の業務を任されていて、そこに来る人のためにそうしたのだった。向かいはバス道を挟んで畑だった。話に聞いていた本家の白壁の塀と歌舞伎門は、瓦戸も漆喰も新しく変わっていた。門の中に入ると、以前に写真で見ただけの家のごく一部のみが残っていた。庭の敷石や大木はそのままだが、花畑や植え込みは全部撤去されて、葬式の花輪としか思えない造花や、鉢植えの観葉植物が並べ立ててあった。今はポンプで汲むようになっている井戸のそばに大鍋が据えられ、棒状の固形燃料を燃やしている。鍋からは殺気をはらんだ湯気が上がっていた。それが話に聞いていた唐辛子汁であった。真っ赤な鷹の爪を木綿糸に通してネックレスを作り、大鍋に沸騰させた湯の中にただ放り込んだだけの料理だった。塩も出汁も身も一切なくそのまま飲む。二百回忌で最も大切な食物である。二百回忌につきものの嬉し泣きを涙の出にくい人にも催してもらわねばならないというので用意されているが、当日本家で作るものはそれだけであって、他は全部魚安という料理屋から仕出しを取る。歩み寄って行くと、私の体型と真っ赤な喪服を見て、本家の人々はすぐに一族の女だと納得したらしい。挨拶しようとすると手で制して棚心を真っ赤にした本家の誰かがいきなり私に針と糸を渡した。聞いていた通りに、年の数だけ37個の鷹の爪を木綿糸で貫き、両端を何重にも玉結びして、一旦首にかけてから大鍋の煮え立つ中に放り込んだ。唐辛子の湯気で汁など飲まなくてもすぐさま涙が出てきた。おまけに首筋の鷹の爪の当たったところがピリピリした。唐辛子汁の儀式を終え、周囲の人々にまんべんなくお辞儀をして立ち上がろうとした。ともかくお供えを渡さなくてはのと思ったのだが、そもそも母屋の入り口がどこかもわからないのだった。普段の居間や応接に使っているあたりは襖を開け放して一応仏前の通路にしてあると聞いたが、そこにはもう出入りの人々がぎっしりと座り込んでいて、訪問客の服装チェックをしようと目を光らせていた。部屋らしい部屋といったらそこだけなのである。鍵型に長く伸びて中庭の渡り廊下で離れとつながっていたという家は、仏間と今、その両側の間を残した、両側の間を残しただけで、あとは張りぼてのようなプレハブに建て替えられていた。しかもすべての外壁が真っ赤に塗られ、古いアルバムから引き伸ばしたかそっくりに書いたのか、死者の写真や似顔絵が掛け軸にされてずらりと飾られていた。
駅では八角形の家と言っていたが、母屋の中央部を残し、八方に急ごしらえのウイングが出ている形になる。200回忌の準備にはできるだけお金をかけなくてはならないのだが、後に残るようなしっかりしたものを作るとかえって馬鹿にされる。20日でできるようなものがちょうどいいと表現されたりする。急ごしらえで徹底して無駄なものをという基準を考えると、このプレハブは終わるとともに分解どころか叩き壊されるものなのかもしれなかった。難儀しながら何とか人々の間を縫って仏前と入る。どういうわけか出入りの人は私を全く無視したのでスムーズに通れた。ほとんど死者だったのだろうと一旦は自分なりに納得をしたが、後から来た同世代くらいの女性はたちまち人の輪に囲まれ、どこの家のものかとか、赤い服の生地が安っぽいとか、表情にめでたさが足りないとか、唐辛子汁はもう作ってきたかというとか、いろいろ言われていた。蘇りの死者は生前知っていたものとしか口を聞けないとも言われているのだが、生者にしても関わり合えるものと関わり合えないものとがいるのかもしれなかった。私は美容院の順番を抜かされたり、話しかけたのに気づいてもらえなかったりするタイプなのだ。仏間には親戚が蘇りの者も交えて100人以上はいた。誰が死者で誰が聖者だかはその時点では全くわからなかった。普段会わない聖者を見慣れるから死者だと思い込んだり、また遠縁の人と思い込んで死者を聖者の数に入れてしまうかもしれなかった。部屋は中央だけが元のままで、周囲はプレハブの建材が妙に光り、新しい砂壁に金の砂が塗り込めてあった。仏間全体は確かに八角形になって、それぞれの角が畳敷きの通路に続いていた。その入り口に、朱積みでそれぞれ盆の間、正月の間、祭りの間、葬式の間などと記されていた。蘇りの死者が蘇りやすいように特別な空間を設定するのだという。気温も今度はエアコンで、盆の気温、正月の寒さと調整したらしい。ともかく全員がキョロキョロとしているうち、混雑の中で道が開けられて、僧侶が20人入ってきた。この法事の時だけ羽織るフランシスコ・ザビエルのようなマントを着て、真っ赤な袈裟をまたそのマントの下から覗かして、全く同じ音程で経を読み始めた。私たちはもう席順もヘチマもなく、ただぎっしりと座布団を並べ、できるだけ仏壇の前を開けて、僧が飛び跳ねたりできるよう配慮した。度胸だけでは済まないのが200回忌なのだ。話に聞いた通りに、当日は仏壇のそばにいきなり若当主が座っていて、本来の当主の姿はどこにもなかった。別に隠居したわけではなかった。当主は普段は最も重要な役割を演ずるのだが、200回忌だけはできるだけ無意味などうでもいい位置で、なるだけ馬鹿げた態度をとっていなくてはならないのだ。600年ほど前の200回忌の時の当主などは、庭でカエルの鳴き声ばかりやっていて、そのまま冬眠してしまったとまで言い伝えられて、今でも褒めたたえられていた。で、当日は若当主も挨拶などしない。そのまま度胸に入る。度胸は200回忌にだけ唱えられるカラスのような声の異常な文句で、昔からカラス教と言い習わされている。この辺りではカラスの鳴き声をゲール、ゲール、ゲール、ゲールと表現するのだが、経典本来の意味は全く失われて、ともかく真面目にカラスの真似をすることだけが求められた。ゲール、ゲールは高く低く様々な抑揚をつけて行われるのだが、のっけからの声の緊張感のあまりの高さにまず驚かされ、しかも大真面目であることに敬意されるのだ。その上いくらでも繰り返して絶対に照れも疲れもしないというので、迫力に押されていつしか笑い出してしまう。しかもその笑いに僧侶は一切反応しないでいくらでも続けるため、最後には爆笑してしまうしかないのだった。声だけでなく僧の中には立ち上がって踊るものがある。マントを広げてひたすらぐるぐる回るだけの者もいるが、大抵は足の裏を見せてゲールを叫びながら、衣の袖を羽のように広げて必死で跳躍する。中には1分に1回だけ、ゲルッと発声して後ろに飛び去る者や、二人の僧侶が重なり合って、ゲルゲルゲルと泣き交わしながら、カラスの光合の真似までするのもいた。が、それもふざけてではない。むしろその様子はどれも全身の筋肉を精一杯使って、どこか荒行のようだ。異様な光景なのだが、子供の頃からずっと話には聞いていたから、初めて見たという感激は薄い。ただ話の通りだったということになんとなく安心感を覚える。そうしている間にも、唐辛子汁だけはどんどん回ってくる。この日のためだけにだけ特注された真っ赤な塗りに金の家紋が入った碗に注いで、割れた鷹の爪から吐き出された種のパラパラと浮いた汁が一人一人の前に並べられた。誰かが一口飲むと、出入りの人が混雑の中をくぐり抜けて走ってきて、しゃくれ足してくれる。カラス教で爆笑しながら、トンガラシ汁で涙を流し続けているうちに、異常に気分が高揚してくるのだった。やがて爆笑しながら周囲を見回す余裕も出て、以前に一度だけ会ったいとこの顔、おじやおばの顔がやっと認められた。
真っ赤な喪服を着るとどういうわけだか、誰が誰かも区別がつきにくくなってしまう。が、目が慣れても自分の家族の顔はわからないのだった。いつしか僧侶が人々の間に分け入って、今度はひそひそ声で、ゲール、ゲルゲル、と唱え始めていた。そうしながら一人二人と退席してゆく。とんがらし汁の器に酒が注がれ、死後がどんどん高くなっていった。若道士は真っ赤な落語家のような紋付きを着て、畳のへりや座布団に酒を巻き始めた。すると、巻かれたところから全く記憶にない。しかし明らかに沢野の家の特徴を備えた古臭い顔が生え始めた。これはな、昔はヒロポンが入っとってな、もっと飲みやすかった。冗談のきつい父方のおじの一人がそう言いながら、残った僧侶を抑え込んで自分の碗からとんがらし汁を飲ましている。沢野の女は大抵大柄で太っているが、男の方はなぜか痩せ型である。目鼻は一応整っているが、やたらほくろがあり、おじはその典型と言えた。おじと年の相違がわぬ、おじそっくりの顔の私のいとこが、ずっとお互いに仲が悪かったはずなのだが、いつになく上機嫌で声をかけた。おじさんええな、あんた。毎日200回帰やったら引っ張りだこやわ。ええー、もう私、普段は幽霊みたいなもんで気の毒な人やで。やがて20人いる僧侶の半分が実は200回忌に蘇ってきた死者とわかる。つまりこういう状態を混じってくるというのである。それなりに座が落ち着いてきたあたりで、若当主がビニール袋を下げてきて、そこから写真をつかみ出して巻き始めた。それからできるだけ投げやりな声でどんな趣向を凝らしたかを説明し始める。200回忌のめちゃくちゃな行為は実際にいくら気合を入れて行っていても、表面的には単なるシャリや冗談のように表現しなくてはできないのだった。皆さん、もううちはいい加減な、アホな家で、もう家は八方に建て増しをして、まるで短足のタコのようですし、墓も好きなようにこうしまして、めちゃくちゃしました。まあどうでもええけど。墓にまで行っているとまた時間が変になるので、その趣向は結局写真で見るだけになった。ある墓は墓の前に水を引いて噴水も出ていて、その流れに小さい水車がかかっている。別の墓の上には大岩石をくり抜いたような覆いがかけられていて、それは本物そっくりのプラスチックなのだ。プラスチックの上には片押しでバイオンの仏塔のように仏の顔がいくつも盛り上がっていた。同時の墓はサントリーのペンギンそっくりの作り物で取り囲んであった。料理もめちゃくちゃしました。こういう頭の腐った法事はもう死ぬまでないで。アホなことをええ加減にやりきったりしましたわ。料理の箱までもしたいようにしました。もう思い残すことはありませんわ。今度の200回忌には私客でここに行きますで、その時には人のしたことを思い切りけなしますわ。私以上のことは誰もできませんやろ。どうか覚えといてください。さりげなく話そうとしながら、結局若当主の本音は出てしまっていた。なんとまあええ加減な料理ですんで、見てやってください。勝手口には魚毒と書いた木の箱が積み上げてあった。もともとは魚安という名だったはずなのだが、料理屋の名前を変えてみたかったので変えさせたという。100個以上もある箱の板の中から船虫がゾロゾロ出てきて庭を歩いている。200回忌なので女たちはみんなすぐに席について、男ばかりがその木の箱から異様になよなよした態度で料理を取り出して真っ赤な盆に乗せ並べ始めた。見ると吸い物以外は全部同じものが2皿ずつつき、その一方は本物そっくりに作ってビニールで密閉された婚家刀であった。ここぞと若当主が吹聴する。タイの金貨婚家刀ならなんぼでもありますけど、酢の物の婚家刀はありませんやろ。私が工夫してこうしました。料理屋の箱もみんな作り返さしました。流木持ってこいと言うて、海の流木で作って、全部船虫が出るようにしてものであります。皆さん方にもご協力いただいて、まあ別にどうでもええでお礼は言いません。できるだけめちゃくちゃしていってください。僧侶には別室に一応真面目なおときを用意したらしい。が、私たちは婚家刀とご飯と魚を金メッキの先割りスプーンで食べたりしなくてはならなかった。この辺りではまず手に入らないような新しい魚の刺身が10種類出ていても、醤油は一滴もなくて、ケチャップとマスタードが添えてあったりする。が、唐辛子汁で味覚が麻痺してしまったので別に苦にはならない。外では近所の人たちが蔵から出したお雛様やラッパ型の蓄音機、祖父が生前大事にして自分で書き込みをしていた歌いの本などを引っ張り出し、燃やし始めていた。200回忌はだいたい100年に一度行われるので、その度に蔵の中のものを燃やしており、このために本家には骨董の類がほとんどなかった。会食が終わると、人々はそれぞれのウイングに散っていこうとした。が、死者はもうどんどん蘇ってきているので、仏間自体は少しも湧かず、一層混雑してきた。私は祖母の姿を探し求めていた。
死者が現れるのにはその人を知っている人間ができるだけ多くいた方がいい。母方の祖母は交際の広い人で、娘の嫁ぎ先であるこちらの親戚ともよく会っていたし、普通の法事にもきちんと出ていたから、当然現れる確率は高い。いや、この200年間に死んだ人間は大体現れるのだが、現れ方に実は差が出るのだ。印象の濃いものや大往生したものはほとんど元の姿で現れて、禅のものを残さず食べたりする。が、あまり孫によく思われていなかったものや、若いうちに出奔して異教で死んだものは、他人の姿と重なっていたり、季節外れの着物を着ていたり、時にはもっと現実離れした様子だったりする。7センチほどになって醤油差しと並び、ずっと愚痴ばっかり言っていて、法事の間に猫に壊れてしまったというケースさえあった。混雑した変な形の建物の中で、最初は口も利かないでただ人を押し分けて進む。祖母は母方の人間なのだから、盆の間や正月の間よりもむしろ葬式の間にいるのではないかという気がしたのだったが、そこへたどり着こうにも方角を選ぶこともままならない。生まれてから今まで無論何人もの身内を亡くしているはずなのだが、蘇りらしい人は知らぬ顔ばかりである。そもそも蘇りかどうかの区別さえ定かではなく、ただ赤い木服を着ていないから死者なのだろうと思うだけのことだ。死者は大体、聖者に印象深かった衣装で現れてくる。が、200回忌に出席したということだけを記憶されている死者は、当然赤い服で出てくるから、そうなるともう区別のつけようがない。余り込んでいるので、何をしに来たのかも忘れてしまいそうになる。無論祖母のことは念頭にあった。だが、誰と誰と誰と数えているうちにすっかり焦ってしまい、我に帰ると知らない人に肩を叩かれていた。顔を上げると40代半ばに見える不健康に痩せてくたびれた男だった。口の悪いおじと漢字の似た顔の小さい中勢の男だった。両頬に10個ほども大きなほくろがあり、小さい顎がしゃくれている。妙にインテリ臭い声で、僕誰かわかる？と優しく言う。知らないと答える。相手はげっそりした表情でまた一層優しく言う。弥生ちゃん東京で貧乏してるんやて聞いたわ。土地の言葉ではなくほとんど京都弁だ。どす黒い顔に異様に優しい微笑みが浮かぶが、優しくは見えずただただ落ち込んでいるだけの人に見える。それに私は弥生という名前ではない。はじめまして、私弥生ではなくて千本ですけど。喋ろうとしてももう年の言葉が出てこなくなっている自分にその時気づいた。相手はまた異様な優しさを一層激しく出して、ほとんど悲しげな声になって問いかけてくる。いかんな、言葉がきつなってしもうて。女の人がそれではいかんことやな。弥生、僕と結婚して半日で逃げ帰ったやろ。杯がすまんうちに出て行ってしもたんや。忘れたんか。私は昔から千本です。弥生ではありません。はじめまして。相手の優しさが脅迫じみているので、棒読みのような言葉になってしまう。が、相手はこちらの悪意に気がつかない。18年前ではな。あれから大学に行ったのやな。前も超えてたけど、ものすごいな。違います。関係のないことを言わないでください。相手をひるませようとふと思いついていった。大体あなたは生きているんですか？死んでるんですか？いや、僕は生きてる。が、そういう男が着ているのは太い灰色のズボンと薄く汚れた白の解禁シャツであった。人混みをかき分けて何とか離れる。自分の親のことをふっと思い出すが、向こうからも声もかからない。いや、もう向こうも忘れてしまったのか。あるいは子供の頃に別れた人を探すのに夢中なのか。移動のついでに親の世代の60前後の男女の姿を目で追ってみる。が、結局顔も体型も思い出せない。どういうわけだか彼らは一様に死者にすがりついて甘えている。それも親ではなく祖父母やおじ、おば、年上の姉などに不遇を訴え続ける。寝転がって泣き、失禁して叫んだりするのですぐに状況がわかる。60前後というと親はまだ生きているケースが多いのだろうかと思う。そうだ、家の親だって子供だったのだ。いろいろ辛かっただろうなぁと妙に納得する。が、いくら納得してもどれが自分の親かはわからないままだ。聖者たちが見当ての人を見つけてそれぞれの間に落ち着いたらしく、混雑は少しマシになった。ようやく人並みの泳ぎ方がわかり、盆の間、正月の間、葬式の間、会期の間と探して歩いた。祖母はなぜだか祭りの間にいて、銀ねず色に白で抽象化したほとんど草の葉のようにしか見えないツバメの模様のある初夏の着物を着て、薄茶に焼き物の上薬のような緑色が入った芭蕉布の帯を締めて、ごく薄いベージュのレースのパラソルを畳んでいるところだった。父方の祭りにも来たことがあったのだろうか。交際の広い祖母だったから、娘も娘婿も半ば絶好状態になっている本家の大して重要でもない法事にまで全部出ていた。蘇りに混じってくるなどというものではなく、本来もっと堂々と出てくるはずの父方の人たちよりもはっきりと現れていた。
祭りの山は30畳ほどの広さだったが、そこに座り込んで泣いたり笑ったりしている聖者や使者たちに向かって、祖母はステージに立った人のようにまんべんなく笑いを振りまいていた。そこへ新しく入ってきた私を見つけると、非常な親しみを込め、態度と発声は大変上品に、ただ言葉遣いだけは乱暴に声をかけた。いやあ、みんな来て楽しいこと。あんたどこから来た？どうかったか？どこか一点ざっくばらんなところがないと人に嫌われてしまう、と祖母はよく私に説教した。私は全体が下品で言葉だけが霧工場になったりして、祖母とは顔も声も似てなかった。それに顔形は確かに沢野にだが、沢野にも私のように下品で肉酒な態度の者はいなかった。私は祖母の顔をじっと見つめた。とっさに何と言っていいのかわからなかったが、親と縁を切ったことが喉元まで出かかっていた。泣きそうになっていた。がどういうわけか祖母はケロリとしていた。私な、名古屋からタクシーで来た。まあ疲れました。どうも生前と調子が違うな、とその時に思った。生前の祖母は私に会えば状況を逸した喜び方をし、すぐに泣き真似をし、私が2、3歳の頃の話ばかり繰り返したものだ。それが駆け寄りもしない。タクシーの運転手が道を知らんの。喉が渇いたのにジュースしか売ってないし。初対面の人間にいきなり私的なことを喋って、あとは自分のペースに巻き込んでしまうというのが祖母のやり方である。が、その時、彼女は孫の私にそうしていたのだった。無論その時点で私は祖母から忘れられていることに気がつかず、ともかくいつもの調子で受け答えした。なんで名古屋からタクシーやの？電車で来たらええのに、そんなことしたら疲れるだけやない。腰に響くわ。私にズケズケ言われると、祖母は大雨の態度を表現させ、うるさいと怒鳴るはずなのである。それがまた外れる。なぜか甘えるように肩をゆすり、首を曲げ澄ました声で言う。電車の中は下品な人が多いで、それに私みんなに愛嬌振りまいて疲れるから。振りまかんだらええのや。祖母はいきなり我に返ったという動作や表情をした。が、それも赤の他人の前で話題を変える時の態度だった。あんた誰や。あんたか。いやいや違うわ。あんたその前制服やこと、あんたとこの学校はサッカーが強いのやてね。初対面の人間に向けるとびきり上等の笑顔を私に向け、それから呆れ果てたように周囲を見渡す。これも計算した演技だった。何のデータもない制服姿の若い人に向かうと、祖母は必ずその出身校の運動部を褒める。サッカーといって変な顔をされると野球でしたかねとすぐに変える。相手が変な顔をすると無意味にはしゃぎ始める。あれ？ここはどこ？ここはどこ？あ、そうや、ここは滝尾ちゃんのとこや。滝尾はいくつや？滝尾って誰や？私は呆れ果てて会期の間に入った。比較的空いているそこで休むつもりだった。滝尾は祖母の初恋の人の名前である。200回忌にはただ死者が蘇って戻るとだけ聞かされてきた。がどうせ100年ごとの法事の言い伝えなのだから、まさに生きているかのように戻ってくるという言い方でしか伝わっていないのである。あるいは人々に期待をさせて騙してでも来させるため、そのあたりを伏せてあるのかもしれなかった。いくら戻ってきていても会ったとは呼べない場合があるのだと分かった。そもそも死者が名古屋からタクシーで来られるはずがないのだった。いや、当然本人はそう思い込んでいるのだろうが。会期の間に入ると、やはりそこにも知った人がほとんどいなくて、ただリンゴを剥いている死猫さんが目に入った。それは現れるだろうとすぐ納得した。知事方の実家で大きな法事だとか揺れ合いがあると、必ず死猫さんがいてリンゴを剥いていたのだ。だから死猫さんの記憶は誰もが鮮明に、しかも特にリンゴを剥く姿だけを覚えているはずで、この姿で蘇ってくるということは大抵のものが予想しているはずであった。が、それ以外のシネコさんの姿というと、実は全く記憶にない。私だけではなく、多分他の人々にもないはずである。例えば、普段の法事や寄り合いで、ほらシネコさんと誰かが言うと、ああ、あのリンゴ剥いてござると答えるだけであった。シネコさんは生前1年の3分の1をこの本家で過ごしていて、確か一度5歳に行ったということなのだが、子供と仲が悪く他県で死んだとかで、そのあたりの事情さえはっきりとしない。シネコさんは、父方の祖母が死ぬ前の何年かを何人の付き添いの一人として看病してくれたはずなのだが、その時にもリンゴばかり剥いていて、他の用事は出入りの人がしてくれたらしい。いや、そもそもシネコさんが出入りの人なのか親戚関係の人なのか知っている人々はもうみんな死んでしまっていて、200回忌だからその死人が来ているはずだが、死人の喋ることはその場限りだし、シネコさん本人に聞いたって何を言うかわからないのだった。会期の間に座ってすぐに退屈した。仏間に戻ってみた。仏間ではいつも家自慢ばかりして、分家を下に見るという若当主の長男が未成年のくせに酔っ払っていた。
10代だし痩せているので一応可愛く見える男の子だが、その日は自分自身もめでたくなるため真っ赤な喪服を着て化粧をしていた。自分で工夫したのか喪服は女物だ。しかも和装である。アイシャドウが赤で半襟も赤。床の間にしなだれかかって足をバタバタさせながら甲高い声で思いつきを怒鳴っていた。家の中高の巣はカニで死んだが元彦。それがまた私の代まで5代も続きました。この蔵を掃除しますと、蔵の鷹が大掃除くらいのことでございますが、恐竜の一匹や二匹今でも出てまいりますとも。それにそれに、私の家はもともと本陣でございまして、それゆえに江戸時代からファクシミリを備え、これだけの200回忌できる家があるか、こんだけ栄えためでたい盛大な家が。いくらめちゃくちゃなことをしていても普段の字は出てしまうから結局は家自慢をしてしまっているが、派手な話やバカなことという普段はそのあたりでは最も嫌われ妬まれ嫌がられることを堂々としているため、それは一応200回忌にふさわしいこととして受け入れられていたが、私はもう200回忌そのものにしらけてしまっていた。単なる暇つぶしに盆の間に入る。盆の間には父方の祖母がいて団子を丸めていた。生きてる間は真面目で暗かった祖母なのだが、どういうわけか蘇った彼女は異様に明るかった。私の知らない明るい面を誰かが思い出して、それで明るい祖母というのに対面できたのかもしれなかった。盆の団子は1センチほどのものを正しい球形に手のひらで素早く丸めていく。それを祖母は怖い顔をして大きな分厚い手のひらの間で一度に3個作った。が、200回忌のその日、見覚えのある大きな瀬戸物の鉢の中に祖母は両手を突っ込み、指の間から練った米の粉をぐにゅぐにゅはみ出させながら爆笑していた。盆の団子などというものはな、アヒルの形にしてみて蛇の形にも作ったるわ。仏さんはびっくりして生き返るのやわ。生前に真面目腐っていた老女ばかりがそこに集まっていた。彼女らは変にしなしなした笑い方で幸福そうに言った。今日は200回忌のことやで、一人一人が一つずつ歌を歌うわな。彼女たちは固まって手のひらを畳につけて、せっせっせのような格好をしながら何か喋り始めた。うわー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 どうみやようわーとしか聞こえないのだったが、よく聞くと喋っているのではなく旅姿三人男を斉唱していたのだった。一人だけ固くなに黙っている人がいたのだが、娘のような振り袖の着物を着て丸まげを言っていた。祖母が信じられないようなだらしなさで笑い崩れていった。この人な、誰も知らんし歌も知らんし古すぎるの。あんた誰や。私孫の千本です。そんな孫あったかいな。生前付き合いの薄かった人の蘇りを漫然と見ているのは結構楽しいのだった。祖母は何十人も孫がいたから、生前も私など覚えていなかったかもしれなかった。盆の間にもシネコさんが現れていて、白い大きな丸皿を2枚重ねてリンゴを乗せたものを運んできた。私を見てにっこりと笑う。盆の間のシネコさんには私がわかるのだろうかとその時は思った。はい、こんにちは。あ、こんにちは。リンゴは好きですか？そうでもないですけど。それまで何とも思っていなかったシネコさんが急に懐かしくなった。が、シネコさんには私の答えは気に入らなかったらしい。薄く乾いたひ弱そうな額に青筋を立てて座り直し、一気にまくし立てた。あれ、まあ可愛げのない、こんなにええリンゴを山盛りにしてるのに。ほれ、このお供えのリンゴだけは私がしませんと若い者にはできんし。サワラの嬢ちゃんですか？あ、はい、すでに嬢ちゃんとは言い難いけれどもサワラのものです。何年生やったか？37歳です。ふんふんと、しねこさんは有能そうにうなずいていった。それでしたらもう中学に行かんといけませんな。そろばんはこの頃では学校で買うのやてな。リンゴ上がりますやろ。こういうリンゴはこの御本家にしかありませんもの。ご立派いこと。まあ豪があって形が大きいて色が薄いのは高いリンゴですやさ。いくらでも食べてください。押し入れの方にもリンゴ箱がたんとあって。豪があるというのは傘がたっぷりしているという方言である。リンゴ、はい、もうはや一個むけましたわ。色が変わります。勢いに負けつつおどおどと断る。今あんまり。しねこさんは素早くまた座り直した。何度も座り直しながらにじり寄ってくる。まあ遠慮などして200回忌ですやろ。遠慮するほど順調やったらとうの昔に嫁に行ってますやろ。リンゴなど食べなんだらいかずごくはやってられん。そらリンゴリンゴと、こちらにリンゴの一片をぶつけかねない。いただきます。筋だらけの大根のような味のリンゴ一個をしねこさんはだいたい3等分にする。フォークも何もないから手で取ってかぶりつくしかない。大根というより生の芋のようだ。
思い切り噛んでいると取り残しの種の縦半分に切れたのが歯茎の間にいきなり突き立ってしまう。たーに、剥いたら剥いただけ食べるわさ。学生はリンゴ好きや。まあ、よう食べて、賢いおとなしいこと。私も若い頃は百貫目のええ娘でした。結局、シネコさんは誰にでも同じ応対をするのだと納得した。シネコさんが覚えているのはリンゴのことだけであった。食べても食べてもなくならないリンゴにつけられ果てて、やがて正月の間に私は出向いていた。退席するときに挨拶する必要は一切ない。普段と違うのだからどんどん思うようにしてもいいのである。正月だというのにそこにもまた祖母がいて、紫がかった灰色のミンクのコートを羽織り、純白の手袋を脱ごうとしている。ああ、ご近所の奥様。ああ、もう、私あんたの孫。まあ、どこの孫さん？あんたさんの孫。あんたさんってどうなった？と、祖母は生前、半世紀ほども使い続けたギャグを放って、コートの袖を襟、たもとのように使って顔を隠した。私千本。なんで正月やのに家におらんの？正月の祖母のところへ盆の祖母を連れて行くと、合体して存在感が濃くなり私のことを思い出すかもしれないと思いついた。が、手を引っ張ろうとすると祖母は縮んでいく。若当主の姉のかか子さんが慌ててほうきを持って走ってきて辺りを吐き始めた。何度かよそであったが、トゲのある人でみんなから煙たがられていた。が、ようやく言葉の通じる人間に会ったと思ったので、私は心から嬉しかった。あ、お久しぶりです。千本です。もう随分ご無沙汰して。と言ってみると、また様子がおかしい。かか子さんは私を睨み添えて、きつい口調で結局何やらわからないことを言うのだった。やよい。ここ新聞紙でも何でもええでバンバン叩いて、この辺は先祖が縮むような時間になってるで。びっくりして叫び返していた。弥生って誰ですか？私は千本ですけど。あれ？あんたは弥生さんと違ってどこのどなた？違う。弥生ではありません。絶対に違います。私を弥生と呼ぶさっきの男が戻ってきては困るので必死で主張をする。が、かか子さんにはその焦りも全く伝わらず、ただぼんやりと自問自答をし始めただけだ。弥生、違う。誰？誰？と言うと、私の嫁のいとこかいな。弥生はわがまま者でどこも務まらんだ。弥生。いや、違うわな。弥生という名前を書き消そうと必死になって口を挟む。私の嫁って誰ですか？嫁ってわからん。嫁のいとこはかか子さんの嫁。それ何？と、相手は自問自答の邪魔をされたことに腹を立てて、やっとこっちに視線を戻してくる。ああ、もう気もつかんと私すいません。えらい気安うして、えらい頭が痛いわ。なんで偉そうに言うたんやろ。それでどこの先生ですか、あんたさんは。反感むき出しで異様に悲しそうな声でネチネチと謝る。この人はかか子さんではなくて私の母ではないかという気分がどこからか湧いてきた。試しに行ってみる。あの、もしかしたらあなたは私のお母さんですか？いや、そんなはずはない。私、息子の嫁を持って月に使うておりますけど、息子は一切おりませんの。産んだこともないわ。それに娘はみんな美人やし、嫁に行ったらもう行ったきりやし。かか子さんはどんどん行ってしまう。入れ替わりに子供のような袖の短い赤い無服を着て、父方のおばたちが5人、筒袖を無理に振りながら、赤いへこ帯をひらひらさせて走ってくる。千本ちゃんいらっしゃい。おじいさんが出てきたで。おじいさんが湯豆腐をするって言うとる。私は慌てて節分の前走っていく。父方の祖父の湯豆腐は食べた人全員が覚えていたため、異様にはっきりと出現したらしい。湯豆腐というと普段の植物のようだが、祖父が作った場合だけは非常にめでたいのだった。それは節分にしか食べられないのだった。節分の間は冬になっているので、私は喪服の上から冬物の赤いセーターをかぶった。そのあたりにはもう人だかりがして、すでに出入りの人が上がり込んでいた。6畳ほどの部屋に十数人いる。100歳で死んだはずの祖父が、薄い毛布を何枚も重ねたこたつの上にこたつ板を置き、台所に声をかけているところだった。かか子ちゃん、電熱器持ってきて。人々が湯豆腐のことばかり思い詰めていたため、祖父は湯豆腐の鍋の前にしか出現できなかった。声や着物の柄に存在感がなかった。私を見ていった。千本か？来たか？千本、古い本をやろうか？いらん。反射的に子供の頃のそっけない声が出ていた。私は妙に安心していた。回らなかった部屋はまだあったが、これでもういい。これもう帰ろうという気分になった。祖父は触るの目鼻だが、ほくろが一つもなく鼻の穴も小さく、美男子であった。ただ遊び人で、湯豆腐の美味しい作り方も擬音で覚えてきたのではないかと言われていた。彼は昔と同じような、相手の意地悪根性を刺激してしまう甘い声で、また台所を呼んだ。お姉ちゃん、かか子ちゃん、醤油はなかったかな？かか子さんが眉間にしわを寄せて入ってきて怒鳴った。
まあ、なんやこれは、分家の者ばっかりが当主に挨拶もせんと。加賀子さんは若当主の姉なので、嫁いでいてもずっと本家の人間という意識があり、口癖のように頭を下げんか、分家も出入りもつきやがってと、普段から言うのだった。筋を通すと言いながら人をいじめるし、何か尋ねただけで怒り返すという。そういえばその日もめでたい夜間の服を着ないで普段の割烹着だった。誰が何がどこが二百回忌や。私はこんなふざけたことにつけ込むもんは嫌いや。寄付したと思って、ああ、もう分家がつけやがって。そう言いながら1リットル入りのメーカーの醤油をドンと置き、スタスタと去る。が、台所口からまた引き返して、奇妙な欲望に負けた目つきで帰ってきた。それからきちんと座っているおとなしそうな女性に向かって正座をした。いつの間にか顔は卑猥なジョークを言おうとするかのように視観していた。あんたとこはええわね。家の世話になって、家の子供は地元の私立の学校行って、あんたとこは東大に入ってますわね。家に借金いくらありましたやら、私とこは戦後の難儀で土地も取られて、それでもあんたらに謝れとも言わへん。息子偉そうにさしてすいませんとは言わせられへんもんね。別になんとも思うてませんで、思うてへんから面白がって冗談に言いますのや。二百回忌の冗談っておもろいな。それで気が済んだのか出て行こうとする。聞きつけたと若当主が走ってきた。激怒している。かかこ普段のことをしたな。俺は見たぞ。今俺は見たぞ。加賀子さんは不満げに眉をピクピクさせたが、一応下を向いた。が、若当主の怒りが収まるはずもなかった。二百回忌で俺も我慢しとんのに、主公やと思ってずっとこの分家のバカども我慢したっとんのに、嫁に行ったようなよそ者のくせにお借りよがって、加賀子、お前鳥になれ。若当主は悪口を言い出すと止まらなくなるという話だった。なれ、加賀子。お前鳥になれ。次の200回忌も鳥になって出てこい。お前は目立たないぞ。俺はここを目立とうしようと思ってな。カニカモネの喫茶店には男のフェミニストまで呼んであるのや。あのめでたい流行り者のフェミニスト。3人までギャラを払うて、司会議員までも綺麗に化粧させて、男のフェミニストに仕立てて。全力でカカコさんが切り返した。椿が飛んで悲鳴のような声になった。議員は来ますわさ。何が主公や。家と言うたら嫁まで合わせれば大人13票ある。200回忌でどうても議員を呼べます。お母さん。集団のことを言わんといて、正義のことばっかり。どう失ったか加古さんへ、いきなり真っ赤に染めた天使の羽を翼を持った若い女が走り寄った。本家のいわゆる嫁のような口ぶりだが、どういう俗柄にあるかなど、200回忌の最中にわかるはずもなかった。出入りの人々が100人ほども湯豆腐を蹴散らして走り込んできて、囃し立てた。トリア、トリア、トリア、ゲール、ゲール、ゲール。カラス教の要領で踊り狂い、叫び返す。ゲールの鳥が出るぞ。鳥を出してしまえ。鳥になるというのも確かに聞いた覚えがあった。200回忌中の金を破って普段のめでたくないことを言ったものを鳥にして飛ばしてしまわないと3日以内にもう一度200回忌をしなくてはならなくなる。それでは本家も分家も共倒れに破産してしまうから大切な身内であっても鳥にして飛ばしてしまうという。冗談のきついおじが長僧にするぞと叫び始め、あるいは長僧にされてしまうのかもしれなかった。私がどういう態度を取ろうかと迷っている間に人々はゲールを叫びながら手に真っ赤な蓑や真っ赤な傘を持ってきて、かかこさんの体を覆ってしまった。すると体の傘が次第になくなって赤い布が一枚残るだけで、蓑も傘もかかこさんもその布の中に消えた。一瞬浸透したのだが、真っ赤な格好の若当主が平然と言った。さあ、かかこが鳥になって出るとこを見ようか。かかこさんと若当主の普段の姉妹仲について、指定仲について考えつつ、私は演者たちと庭に出て待った。しばらくすると裏庭と一続きのようになっている竹やぶのところで、ごそごそと音がして茶色い飛びに似た、なんということもない、ただ大きさだけは人の背丈ほどの鳥が一羽飛び出て、そのままよろよろと歩いて井戸に入った。同時に若当主は奇声を発して頭を抱え、井戸のそばにうずくまった。皆さん、私、つくばいの医師になります。姉を鳥にしてしもて、もうあかんわ。棒読みのように何度実感もない声でそう言うと、うずくまった尻をそろそろと振った。はよして。緊急事態やて。先導ばあさんの名にハイヤイできてもろて。若当主の妻が緊張した声で誰かを走らせ、電話をかけさせている。が、ほどなく門の前に車の声が聞こえ、赤いポルシェから次々と駅で見たおとなしげな幸福そうな老女たちが、それぞれ扇をひらめかせながら降りた。若当主は頭を抱えながらも、すでに緊張を解いてちらりと彼女らを見た。すると全員がそこへ駆け寄り、うずくまった若当主を囲んで一斉に扇で空気をすくってはこぼすような動作をする。囃し立てる。ああ、めでたい。もうめでたい。鳥やらない。鳥ないない。しばらくすると若当主がすっくと立ち、顔を紅潮させて宣言した。どうやら役落としができたらしい。
それでは最後の趣向を目にかけましょう。こんないい加減な家壊してしまいますね。八方にウィングを伸ばした急ごしらえの家、その周囲に消火器に似た器具がいつの間にか出揃っていた。雨がっぱを着た人々が器具を逆さまにしてそのレベルを押す。消火器の白い泡に似てはいるが妙に勢いがなく粘る液体である。薬臭さや刺激臭もなぜか全くない。卵の白身のような、あるいはスワブラのような匂いがその噴射された液の中から立ち上がってくる。動作は消火訓練の時と同じような真面目さで行われたが、なぜか見物の中に忍び笑いが始まっていた。わし聞いとるんや、もうふざけとんで。薬は消火訓練の泡よりも重くまんべんなく家に降り注いだ。家の屋根を越え軒から滴り、壁を生き物のように這い、家全体をコーティングしてしまった。それまで木やコンクリートだと思っていた家の外壁の輪郭がどういうわけか頼りなく震え始めていた。家の壁のところどころが透き通っていた。その下に紅白や茶色と木の縞模様の様々なムラが雨の日のガラス窓越しの景色のように浮かび始めた。家がかまぼこでできていることに私は気づいた。いや、時間が経てばかまぼこに変化するような素材でできていたのか。せっかく作った200階級の家を壊す。しかもめでたくめちゃくちゃに壊し、同時に人々を楽しませる。それもまた200階級の重要な課題なのだ。すべてのウィングの窓が開け放たれ、中へも薬が撒かれた。さっきまで人が何人乗っても何ともなかった畳が透明になり、その下には敷き詰めた笹かまぼこの焼き目がぼんやりと、しかし延々と現れていた。機敏な動作で扇子を持った老女たちが走り寄った。最初は便利なようになってな。最近は便利なようになってな。建材もそこそこ丈夫でな。家も建てられて、それで薬かけるとかまぼこになるのがありますのさ。かまぼこの板のとこで家建ててあるのと違うやろか。どんどん便利になって生きなそんやな。長生きして死ぬまで生きんと、死んでも生きた方が。若当主の妻が老女たちの間に割って入る。いえいえ、これは薬かけると家の皮がむけますの。かまぼこは中に入ってます。こうやってむいて。水分でもなかの皮のように溶けた掛け軸の紙を手で押さえて、真っ赤の色を失って薄いゼリーのようになってしまった紙の皮を日焼けの皮のようにピリピリと剥いてみせた。中からは確かに魚肉と粉の匂いが漂ってくる。軽いパイプで家の骨格を作って、間に巨大なかまぼこの壁を作ってあるらしいのだ。かまぼこの隙間になったところからさつま揚げがボロボロこぼれ出てくる。若当主の妻は物差しを手に持って包丁でどんどん壁を切り取り、また鉄の箸でさつま揚げを拾い出して盆に乗せ、老女たちに配り始めた。老女たちは見当外れな褒め方をしたので照り隠しに笑い、仲間内で喋る。中へ入っていって食うてるやろうか。嬉しそうにお互い入る順番を譲り合っていると、その譲り合いと含み洗いの集団を乱暴に押しのけ、酔っ払った僧侶が衣の袖からニュッと出た両腕をまずアトムが飛ぶ時のように直角に曲げた。ダーッと叫んで壁に走り寄り、跳躍して頭から壁の中にめり込んでいく。しかもそのままどんどん小さくなり家の壁に入り込んでしまう。溶けるように吸い付くようにかまぼこの壁に吸収されて、後には虫食い穴が残るだけだ。が、虫食い穴を覗くと小さい穴に豆粒のようになって固まった状態が入り込んで、下半身だけが元の背丈で壁の外になぜか植木のような肌になって直角に突き出していた。が、それもやがて消えると、虫食い穴のような穴の底から豆粒のようになった僧侶のかまぼこを食い進むらしい歯の音だけがごくわずかに聞こえてきた。ああ、もうそこは人がおるで取ってしもて。若当主が指示して人間が入り込んでしまったかまぼこを取り除けさせている。怖いことない。全部取ってしまうし、生きたものしか入らんで大丈夫や。明日一日風呂桶につけといたら人間をふやけて元の大きさに戻ってくで。生きた人間だけが中に入り込んで虫のように食い進むことのできるかまぼこの家。死者はかまぼこが嫌いなのか、それとも好きすぎて入り込めないのか。次々と両手に持たされる竜巻揚げに交互にかぶりつきながら考えてみた。が、とんがらし汁でバカになった家は、まるで一生分の竜巻揚げを食っていけとでも言うように咀嚼症を促し、様々な考えはその味に溶け込んでしまう。舌の感覚は一応元に戻っているのだから、2、3個で飽きそうなものなのだが、あらゆる種類があるのでいくらでも入った。家の外壁に保湿効果があるのか揚げたてのように厚く、シソの葉や海苔を後から巻きつけてあるので特に手も汚れない。グチ、ハモ、アナゴ、骨入りのイワシ、人参、シイタケ、チーズ、銀杏、キクラゲと数えているうちに分からなくなった。舌先から曖昧な幸福感が頭頂へと昇ってくると、人の中でふっと親と隣り合わせになっているのだった。その時だけは完全に顔が蘇っていた。向こうも分かると思い込んで無理に視線を合わした。が、夫婦同士で何かうなずき合い、無視していく。法事になったな。娘よりも法事の方が気になるのだろうと妙に納得ができた。そのくせ親が私を見ていなかったことで、かまぼこの味がボロボロに崩れてしまう気がした。血圧が下がり、座り込みかけたのだが、腕を掴まれていた。
親なのかと思ってわざと無関心な態度で顔を上げると、なぜか最初に会った男だった。腹が立ってきた。というより、怒りがこみ上げてきた。やよい、もうこりだな。家に帰れ。お前嫁やないか。わざとらしい京都弁をやめたのか、荒々しい地声である。自分の都合だけを言っている声だ。ゲソゲソに痩せた顔は人混みで汗をかいたのか、毛穴が開いている。こちらの手首を掴んで引っ張ろうとした。細いくせに妙に筋肉だけ出ている鍛えられた腕だ。私はついに殺意を感じた。うるさい。家で何や。誰の工夫や。くだらん。鳥にするぞ。一時済んだ京都のアクセントに戻っていた。男の手を払った。触るな、バカ野郎。偉そうにして。持ち上げとるやないか。いつの間にかできるはずのないことを私はしていた。ペッペッペッと唾を吐きながら相手の首の皮を片手で掴んで引っ張り、片方の足で向こうずねを蹴りまくっていた。ふらついた男の腰を片手で抱え、ぎっと握ると両手で男の体を高く差し上げてしまった。ふっふっふ、40キロないな、私の半分やないか。焼却炉に大きなゴミでも放り込むように男をかまぼこの中に叩き込んだ。たちまち豆粒になり、私のことなど一切忘れたのか、ただかまぼこを食い進む音が聞こえてきた。ポンさんと一緒に風呂桶でふやけてまえ。たちまち若当主が走ってきて大喜びで指さす。これ皆さん、なんと珍しい、なんとめでたい。これがフェミニストや。普段はこんなことありませんぞ。センスの老女たちが集まり囃し立てた。ほれ、ここにも珍しいフェミニストが出て。老女たちは荒縄を輪にして電車ごっこを始めた。足にムカデ競争の長い下駄を履いて一斉にぴょんと飛ぶと、老女たちの一斉にすくめた首が子猫のようにムチムチしたシルエットを作った。せっせっせっせと彼女たちが歌うと、冗談のきついおじがその電車の前に転がり出る。何度も転ぶふりをし起き上がる。立ち上がって腰を落とし指を鳴らし、下半身はひょっとこの踊りのように足を踏み替えながらふらふらと先導した。歌う、いやつぶやいただけだ。おじがついにジョージ・チャキリスのように足を上げてパッと飛んだ。同時におじの首は重なり合った花火か虹色の光る金属球のように膨れ上がって消えた。首から下だけになった体は3メートルほど飛び上がって、中空で何回転かし、その後全身から流星花火を連発しながら、ひょっとこ踊りの足のままで階段を上るように空に上がっていった。おとといがおじの一周忌だった。死病だと本人も分かっていたそうだ。看護家の中には生前の頼みで真っ赤な喪服を入れたという話だった。坂の下から数人の子供が登ってきた。すいません、カニカモネ小学校ですけど、明日の給食の材料取りに来ました。冷凍車で来ました。老女たちが急いで子供に声をかけた。あんたら、これ一松屋のかまぼこやに。屋根も柱もルナ指定の地下に行かな売ってないに。店貸し切りにして全部3日で作ったのや。ルナ指定まではバスと電車で行って半日かかるに。電車ごっこのまま職業的正確さで家を褒めたたえる。空ばかりか周囲も見えないほど雲が出始めていた。空ではおじの火花が動いているのだった。雷が鳴るに。雷が鳴ると空でもかまぼこができてくるに。かまぼこはできへん。肥料のもとができる。まあ空が火となってめでたいこと。変な男を投げ飛ばしてしまった勢いのまま、私は肩を怒らせてのしのしと先導老女たちの周りを歩き回った。彼女らを見ていると不思議とそんな感じになってしまうのであった。歩きながらいつの間にか怒鳴っていた。悪い男はおらんか。悪い男はおらんか。誰か弥生いて呼んでみよ。かまぼこのど真ん中に放り込んでまうぞ。若当主の妻が持っていた包丁を取り上げ、座布団ほどもあるかまぼこを面の代わりにかざしながら歩いた。テンポはなぜか先導ばあさんたちに合わせていた。あれも死人やろかと誰かが恐ろしそうに言ったが、全く気にならない。若当主がおろしたての白い旅に履き替え、赤い衣装の上から真っ白な紙下を着た。頭に給食係のような三角巾をかぶり、一人でそろそろと壁に立てかけられたはしごを登っていく。背中には弁慶のように何種類もの刃物を背負っている。消毒済みと書かれた紙の封がノコギリやなぎなたの刃の一つ一つにかかっている。はしご自体も一段ごとにかかったその封を切りながら登ったのだ。八方にウィングを伸ばした屋根の中央に立つと、封を切った武器で屋根を切り崩し始めた。鈍い音を立ててビニールに包まれたかまぼこが降る。どうやら元のままだと思っていた母屋の中央部もフェイクだったらしい。10人でぶら下がって一つの壁を剥がす。壁はマットレスのようにバウンドして次々と倒れる。いつの間にこんなに集まったのかと思うほどの群衆の中に私はいた。ふと気づいてバス停のあたりまで出て下を見ると、道が見えないほどに徒歩で人が登ってくる。皆さんようおいでで、これから珍しい有名人が来ますで。門のところでも扇子をかざして二人ほどが趣向を説明していた。
空の情報で雷が一層強くなり続ける。その音とともに一族と同じ真っ赤な喪服を着て、凄まじいほどの美少年が3人地面からゆっくりと生えてきたのだった。まあ様子のええこと、千人に一人の珍しい男フェミニストを3人も呼んで竜を捕まえたようなもんや。3人の美少年、群衆の中で彼らは一斉に奇術や曲芸を始めていた。動乱を塗った司会議員だけはタクシーで来て名刺を配っていた。本当に男のフェミニストなのかどうかは不明だったが、ともかく彼らは大喝采を浴びた。小走りに進みながら私は考えていた。これが現実だということについて、そして現実と思った時に覚めてしまう祖母の夢のことを。雷の音が一層激しくなる。天から飛んできた雫が頬を叩く。叔父の火花を溶け込ませた雨がまた地面に染み込む。そして次の200回忌にまた叔父は地面から生じ空へ昇るのだろう。他の死者たちもポツポツと空へ昇り始めていた。雨の中に土の匂いが濃くなっていった。これからしばらくの間は大雨のたびに、カニ弟子では雨のスクリーンの中に人の影がすっと通り過ぎたりするのかもしれなかった。中野に帰ると当日の5時であった。預けていったはずの猫がどういうわけか部屋の中で留守番をしていた。さすがにその時にはドキリとした。猫の身に200回忌が及ぶのは危険だと思えた。猫はベッドカバーの一部を前足でめくり上げて、メッシュの枕カバーで爪を研いだ後、紙バッグの中に入り込んだらしく、バッグの口から前足の肉球を覗かせて寝ていた。私の姿を認めると同時にギャギャッと叫んで走り寄った。いやと見えて、結局すぐさま外に走り出て行ってしまった。2本しかないジーンズの上に猫ゲロが入ってあったが、子猫は消えていた。猫の身に及ぶ変化はそれで済んだ。ただ次の日、洋服ダンスを開けると扇子をかざした老女が一人転がり出て、一軒しかない部屋をベルサイユ宮殿のように褒めて消えた。それからも時々買い置きの消しゴムが全部かまぼこになるという程度のことなら起こった。